はい、どうも、横浜ガソリンの藤森です。今日はですね、締まりに手あり第4弾ということで、4回目の方をやっていきたいと思います。過去の方ですね、締まりに対して、まあ、この辺りにつける手とかね、ここつける手とか、ここつける手もやってますので、そちらまだ見てないよという方はですね、まあ、下の方に概要欄というところにですね、リンクも載せてありますので、見てみてください。で、今回は締まりから白にこのように広げられた構え、これまあ白の非常に好形ということでよく知られている形なんですけども、こういう白の素晴らしい模様ができてしまった時にどのように消していくか、っていうのを見ていきたいと思います。まあどうしてもこういう形で作らせたくないよって言ってもね、実践においてはいろいろなことが起きますから、どうしてもできてしまうことあるので、まあ、消し方を覚えていきたいかなというふうに思います。でここで黒の初手がね、こちらが急所になります。これやはりいきなり打ち込んでいくのは、まあ、かなり危なっかしい打ち方になってしまうので、まあ、入りたいんですけど、ここまで深く入ると危ないよということで、まあ、ここに入る手が非常におすすめの一手ということになります。この手は次に左辺になだれ込む手と、あるいは下辺になだれ込む手を見合いにしているという感じですね。例えば、白が、まあ、こちらから来ないでとこんな風に来ましたら、ここでコスミつけるのがまた続けてね、非常によくある一連の流れになりますね。このように打っていきます。はい。で、まあ、これも下がるぐらいですから、でこの後に、まあ、これは実戦においてはですね、まあ、その時その時でちょっと変わりそうなんですけど、まあ、こちら側黒がいればね、この白を攻めるよって意味もあるんで、こんな風に打って、まあ、逃げていくと。でここ左辺をですね、荒らしつつ、もちろん中央何かね白模様ができるのも防いだということで、まあ、非常によくある流れかなと思います。はい。まあ、もちろんここもうちょっとね白があれば最初から素早く逃げていくっていうのも考えられますね。はい。で、白が逆に今度はじゃあ左辺入ってこないでよと言ってきた場合には、今度はこちらにつけまして、はい。で、白がまあ跳ねてくるのが形なんですが、ここで手筋があります。ここで一度切るのが非常にうまい手になりますね。はい。で、まあ、白も取るぐらいで当たりしまして、ついで当たりしまして、で取ります。はい。でここで次の一手も、これもね全局を見ながら決めてほしいかなというところなんですけども、まあ、考えられるのが、まあ、一番素直に言うてはここなんですね。はい。ですけど場合によってはちょっと重たい時もあります。白に覗かれてまだちょっと攻められてしまうよということもあるので、もうちょっとですねこちらが例えば黒 いなくてですね、白ばかり、白の方が圧倒的に強いなと思えば、もう少し軽くこんな風に逃げる手もおすすめですね。はい。で次に、まあ、白がどっか打てば、まあ、今度ここに打つとかなり目が立ちも厚い形になりますので、まあ、白が例えばこんな風に傷をついてくれば当たりして、そうですねこの後、まあ、例えば当たりして、まあ、どんどん足早に逃げていってしまうと。で、まあ、簡単には捕まらないぞという形にします。はい。まあ、もともと白の強いところでしたから、こういう風にちぎって取られるのは全然痛くないですからね。これはむしろ大歓迎と、はい、黒が成功かなという風に思います。はい。ということで、まあ、場合によってはここ取られても全然痛くないよと、あくまでもさばきにいってる、まあ、黒としては、まあ、最初の状態見ていただくと分かるように、もう圧倒的に自分の弱いところですから、そういうところでは1個2個ね、わざとこう尻尾を捨てるような感じで打つのも非常に、大事な戦略の一つということですね。まあ、打って戦ってるうちに、ね、もうどっちの強いところか忘れちゃったよってなることね、よくあるので、やはりこの辺は覚えておいて、石数的に不利なところだからこういう軽い発想っていうのが出てきますね。で、例えば、まあ、もちろん黒がね、こういうとこにいて、まあ白手抜きますね。で、こんな風な形だったら軽く打たないでこうどっしり打ってもいいですよ。っていうのも、いやいや私は弱いんじゃなくてこの白の方が弱いんだぞということも言えますので、まあそういうのは実戦で、強さを見ながら打つ場所を決めていただければいいんじゃないかなというふうに思います。で、あと白が跳ねてこないで、例えばこんな風に、コントも強引にですね切ってきた場合はどうするかと言いますと、もちろんここでもこの1個を逃げようとしないでくださいね。やはり相手の強いところで全部の石を頑張ると逆に全部取られてしまう、まあ、あるいは非常に苦しくなってしまうということはよくありますので、ここはやはりこの1個は捨て石にして、例えばこんな風に打ちまして、まあ相手がこんな風に来れば出ていって、やはり、こちらの1個を捨て石にしつつ、本体ですね、一番大事な目的はやはり下辺を荒らすということですね。なので荒らしつつ、もちろんこちらの攻めを少し睨むと
いうような形になります。そう、忘れちゃいけないのが目的は何かっていうと、最初これ打ってるんでこの1個を助けることとちょっと思っちゃいそうですけど、あくまでも左辺か下辺の字を割って中央に白模様を作らせないぞっていうのが一番の目的です。なので、さっきみたいにこの1個を取られることを実は全然嫌がらなくていいんですね。例えばこちらに来てもこんな風に言っておいて、これは下辺荒らしましたよね、下辺割りましたし、まあ、真ん中にも進出しているので、まあ、大きい四角いね白い模様ができるということはないんで、まあ、これぐらいで十分、まあ、相場というところですね。はい、ということで今回は、まあ、非常に王道な手なんですけども、こちらの消しの急所ですね、この桂馬の一間飛んだところですね、ここから見て一間のところ、はい、ここが非常に消しの、ポイントになりますので、ぜひ知っておくと便利かなと思います。結構このままね大きな地になってしまうなんていうケースもありますから、まあ、相手がこういう素晴らしい模様を作ってきたら消しに入るよっていうことで、参考になる場所かなと思います。はい、では今日もご視聴いただきましてありがとうございました。またチャンネル登録もねまだされてないよって方はぜひぜひ、していただけると嬉しいなと思います。はい、ではまた次の動画でよろしくお願いいたします。ありがとうございます。